れ様です。環境大臣、内閣府特命担当大臣、防災を引き受けることになりました、松本龍と申します。10年ほど読んだ本の中で、地球とは先祖から受け継いだものであると同時に、未来の子どもから預かっているものだという話を読んだことがあるんですが、まさにそのことをしっかり肝に銘じながら、これから頑張っていきたいというふうに思っております。さらに、未来の子どもたちを守るというと同時に、防災担当というところは、国民の生命を守る、身体を守る、財産を守るという、きしくも非常に大きな役割を担っておりますので、身の引き締まる思いで、また大きな使命感と責任感の中で、今ここに立たせていただいているところであります。今日菅大臣から、菅総理から言われましたことは、まさに世界に先駆けて、低炭素社会を実現していくためには、まさに新成長戦略に掲げた温暖化対策税、あるいは排出権取引制度、さらに固定価格買取制度の平成23年度予算、税制改正における実現に向けて、積極的に取り組んでほしいという依頼がありました。また、次の世代に良好な地球環境を引き継ぐために、社会全体で地球温暖化対策を強力に推進をしてほしいという話をいただきました。また、地球温暖化対策や名古屋で開催されるこの10月 COP10 が名古屋でありますけれども、それに向けて議長国でありますから、自然環境の保護を政府全体で推進をするとともに、日本が国際的に主導的な役割、リーダーシップを取っていくためには、外務大臣、あるいは経済産業大臣と密接に連携を取りながら、政策を主導していきたいというふうに思っております。防災という関係で言えば、私、実は15年前の阪神・淡路大震災のとき、すぐ現地に帽子をかぶって、ジャンパーを引っ掛けて、一人で行ったわけですけれども、そのとき帰ってきましたら、今度は震災の復興プロジェクトという名がありまして、その座長が3人おりましたけれども、その座長の3人の1人の中に選ばれまして、まさに被災市街地復興特別措置法や、さまざまな法律を作っていきながら、やってきたことを今、思い出しております。まさに今年の豪雨、たくさんの方が亡くなられました。そういう意味では、命を守るという大きな役割を担って、これからも防災担当大臣としても努力を重ねていきたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。ご質問どうぞ。よろしいですか。はい、どうぞ。はい。はい、これが地球温暖化対策の希望も、はい、はい、このレベル深い中で、どのようにこの法案を実現しているのか、その辺に何かご提案があれば、はい、地球温暖化対策はまさに喫緊の課題でありますから、先般廃案になった地球温暖化対策法案を、私、基本法案を私たちは速やかに提出をしていきたいというふうに思っております。そういった中で、ご審議をいただくことがこれから必要だというふうに思っておりますし、また国会審議の中でいろんな論点が出てくると思います。そういった意味では、これからもまた柔軟な対応をしていくことも、一方で必要ではないかというふうに思っているところであります。他いかがですか。はい、読売新聞の東です。大変失礼なんですけれども、今現在ですね、党内のどちらかグループに属していらっしゃいますでしょうか。私、結構ほとんどのグループに属しておりませんし、そうですね、十数年ぐらい前から、中間派でもないし、一匹狼というか、そういうことでいろんなことをやってきましたんで、グループに属しているということはありません。はい、どうぞ。はい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 、
昨年の状況から今、申請手続きをやっております。10月ぐらいからさまざまな予算措置が出てくるというふうに聞いておりますし、水俣病、まさに私ども福岡県ですから、いろんな意味でこれから漏れのないような対策をしっかり講じていきたいというふうには思っております。はい、それでは以上で松本大臣の記者会見を終わらせていただきます。ありがとうございました。どうもありがとうございました。